殺人事件。萩原朔太郎。月に吠えるより。遠い空でピストルが鳴る。またピストルが鳴る。ああ、私の探偵は、針の衣装を着て、恋人の窓から忍び込む。床は双玉。指と指との間から、真っ青の血が流れている。悲しい女の死体の上で、冷たいキリギリスが泣いている。霜月初めのある朝、探偵は針の衣装を着て、町の四つ辻を曲がった。四つ辻に秋の扮する。早一人、探偵は憂いを感ず。見よ、遠い寂しい大理石の歩道を、曲者は一山に滑ってゆく。